でん。ユリゲームジャムのプロ。ユリゲームジャム。キャー。ダスク&ダウン。やったるでいい。ユリゲーのプロがいるんだよ。わあ。これはあれじゃん。あれとは。目の感じがあれだ。3D の。この。シェーダーが。ショートハイクだね。あ、ショートハイクだ。足が速い。ハウスエル、いや、マウスだわ。ネズミ長老じゃん。ネズミ長老。夜明け、あなたは今年選ばれた。あなたは塔の頂上への旅を始める。It feels like a dream. 夢みたい。とても非現実的なものを目撃している。待ちきれない。マウス。ハウスになっちゃうな。相変わらず熱心だね。夜明け。ダウン。ただし、請求な判断を誤った判断につながるとかで自分のペースで行動してね。そうですね。私はあまりにも熱心すぎた。あなたの相手アドバイスに従うよ。ファーストワン。宝石が3つ必要だよ。最初の1つはあなたに提供します。拾っていってね。これ最初のジェムを見つかった。あと3つだよ。3つ中1個目を拾いましたね。さあ、これを飲んで、これが黄昏のエリクサーです。B ボタンでインベントリーを開いて、アイテムを使ってください。マウスで、あなたのマウスで。君もマウスなのに。マウス&マウス。わあ、非常に価値のある宝石。噂によると3つ集めると特別なものがアンロックされるということです。ポーションザットホールドスペシャルパワー。特別な力を秘めたポーション。同じポーションを飲んだ相手とコミュニケーションを取ることができる。マジ。音量を上げよう。You can now communicate with Dusk. Dusk とコミュニケートが取れるようになったよ。夕暮れと。キラキラポーション。R を押して夕暮れに切り替えます。うわぁ。あ、落ちた。いや、ちょ、うわぁ。落ちれます、これ。ラップの外に。キャー。夕暮れポーション。スイッチがあります。これはスイッチのよう、こちら側では何もしない。あそこにいるんじゃない？これ乗り越えるんじゃない？もしかして。あ。不思議なとこに影がつくな。下に、確かに下にあるね。はーい。はーい。はっとしてる。エルダーフローク、すごい。長老が。違う長老だ。今年あなたが選ばれた。ヤップ。I've got it. かわいいやつや。そうだね。私はそれを持っている。ジェムとエリクサを持ってこの問題を終わらせます。床もないところがあるね。影が透けて通ってる。はい、これがエリクサ。夜明けと、ダスクと、ダウンと、協力して、ね。すべて一人で行うことはできないよ。タスク。夕暮れとい。B を押してインベントリーを開いてハウスボタンでエリクサをクリックする必要があるよ。交代はできるんだ。あれできない。コミュニケートができるよ。ダウンとコミュニケートが取れます。コミュニケーションが取れるよ。すごいいやらしい顔してる。そしてこれが、シャウザジェム。ジェムです。これを持ってってください。じゃあ2個目のジェム手に入れるってことじゃん。これを取得するには R を押して、ダウンに切り替える必要があります。ジャンプするには高すぎるよ。意図的にやってるのか？はは。いやらしいカエル。もちろん、ティーワークは夢の仕事を台無しにするよ。R でダウンに変えてジェムを取ってね。あのボタンを押せばいいのかな。もしかしたらダウンの近くのスイッチを操作する必要があるかもしれないよ。これか。
あーん、あーん。取れないの、あれ。頑張れば。透ける。火が透ける。するや！するや！あーん、あーん。温泉がある。あれ、浮いてる。お墓ある。トーン。カエルの家の近くに墓がある。その上には手紙。手紙と様々な何かがあるよ。メメントス。メメントスがあります。メメントスとは何ですか？思い出があります。メメント。中央には別のカエルの写真がある。カエルの家族なの。それは持ち出さない方がいい。カエルの家族。R か。ハロー。わーっと、いつだっていう、あなたなのダスク。こんばんは。こんばんは。二人のキャラクターを切り替えて、塔の頂上に行こうとするゲームをやってるよ。三つのジェムを集めてな。それであなたは、夕明け、ダウンだと思う。So listen this old frog。オールドフロックが言うには、あなたに助けを求めるということです。Mentioned。彼は塔のあなたのそばにスイッチがあるはずだと言ってます。それを有効にすれば、私を助けることができる。オーライト。スイッチがあるよ。ちょっと待って。スイッチを。Good luck on your journey。いい旅を。Keep my word。 あなたの言葉を控えて。 Thank you, elderly。 ポチ。これがスイッチね。ダスクを助けるために押しましょう。 Ignore switch、 押さない。今は無視しようと思います。最低だ。押しました。プラットフォーム appeared。 私の方でプラットフォームが出たよ。パーフェクト。わ、出てる。わーい。違うジェムだね、二人のジェムは。じゃあ二人とも三つ集めないといけないんだ。ついにジェムをゲットしたよ。ゲッになっちゃうジェムが。H と M がちょっと無理だわ、この翻訳。それで夕暮れ、ダウンにも言ったように、時には他の人と協力することが大事だよ。じゃああなたの旅を に幸運を祈ってるよ。ダスク。コントロールを忘れないでね。もしコントロールを忘れたらエスケープキーを押してね。WSD スペース RFB ダイアログユーズアイテム。OK。はーい。階段があるよ。え？わー、あー、わーい。あったかい。あったか、あったか。焚き火のあったか、暖かさは心地よいです。ここで少し反省することが、考えることができるかもしれない。お互いに見ながら進めるのか。猫ちゃんいるに猫ちゃんじゃない、これ。わー、変な猫だ。はあ。猫がため息ついてる。何が起きたんだ。I'm trying to find a 花を見つけたかったんだけど、私のお母さんがシークレットフラワーを去年見つけたんだ。お母さんが何年も前に見つけた秘密の花のことを話してくれたんだ。でもそこに行くのは不可能な気がする。She says、 彼女が言うにはその花は重要なんだ。彼女が取りに行くことはできないの？彼女がに行き方を聞いてみたらどう？ Oh, I can help you。 猫ちゃん運びます。いつか見つかるといいね。Yeah, I hope so too. 私もそう思う。Observe。 うん、あそこに花が見える気がするけど、そこに行く道はない。本当？繋がってるの？本当？飛び越えられるプラットフォームがあることがわかるよ。見えるのか？何のことを話してるんだ？何も見えない。 It must be。 おそらくは。ペロってしてる。かわいい。暗すぎる。
あなたには黒すぎるよ。あなたには暗すぎるんだよ。わかった。冗談じゃないよ。チェックイットアウトフロムマイエンド。端から確認してみます。透明な足場があるってことなの、これ。彼女が側からそれを確認するため。ダウンを待つ必要がある。行ってきます、長老。バイ。センキュー、エルダリー。I can jump on these box. ボックスをジャンプすることができる。誰が住んでるんだ。家の横にいくつかの箱がある。そこに飛び乗れるかな。目がすごいな。私はギョロギョロしている。ヤップ。言った通りプラットフォームが見えるよ。フランク、そんないたずらやめた方がいいよ。だって私が何にも飛びつかないことは分かってるでしょ。え、私が何もないとこに飛び込むことになるって分かっている。私は嘘つかないよ。約束するよ。プラットフォームス、ああ、プラットフォームがどこにあるか教えてあげるよ。 If you say please。 あなたがプリーズって言うならね。You've got to be kidding. いたずら。今は彼をからか、あなたは今私をからかっている。に違いない。わかった。余計を手伝ってもらえませんか？ダウン、手伝って。本当に手伝っていいのか。わーい！私はここに来たら、教えてあげれたの、この道を。どこにプラットフォームがあるか教えてあげないと。もしか私はここにいて彼女の側のプラットフォームを見てそれをから彼女に乗り換えたら、私も彼女を助けることができるはず。あれ？消えたよ。彼女の側からそれを確認するために待つ必要がある。あれ？っていうことなん。もう見えてるような。どうすれば教えられるんや。あー！見えてます。っていうことなん。あるよ、ここに。行っていいの？ゆっくり行けと。ダバダバダバ。ああ！端っこにいる。怖いよ。切り替えギア半分いってるよ。ダラ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 。ここ。よし、ちょうどだ。ダバ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 。イエーイ、着いた。わ、出てきた。There's a gravestone here. ここに墓石がある。貴様っているのは名前ではなくメモだ。この花があなたの寂しさを和らげてくれることを祈ります。じゃあもうこれあれじゃない？しょうがないから猫に話しかけてやるか。猫。おい猫。おい猫呼ばわり。Where could this flower be? 花はどこにあるのかな？ Good luck! しょうがねえにゃん。見つけたよ。私が探してあるよ。That will be really useful. すごいキラキラしてる。本当？もし見つけたら抜かないでね。そうしないと。さもないと枯れちゃうから。写真を撮った方がいいよ。花を見つけたらインベンタリーを開いて渡すことができる。ジェム。非常に価値のある宝石、噂によると3つ集めると特別なものがアンロックできるよ。ここでジェムがもらえるのかな。やべ。
ください。あれ、これか。はい、ムーンフラワースナッパーフォト、カシャッカシャッ。わーい、ニコル記念品、亡くなった母親が植えていた珍しいムーンフラワーの写真。亡くなっているじゃん、お母さん。お母さん、はい、押さないでください、押さないでください。 How did you find it? どこで見つけたの、どうやって見つけたの。マジックだよ、マジック、友情の力さ。それはお母さんも言っていたよ。 How was it? シング、どうでした、直接見てみませんか。本当に美しかったよ、ぜひ直接見てもらいたい。この写真でいいよ、写真を見ると安心するよ。泣いている、すごい泣いているわ、いい笑顔で。とても言葉で言い合わせない感情でいっぱいです。幸せだよ、花まで行こうよ。とにかくありがとう、ジェムがあなたの役に立てば嬉しいよ。わーい、ちょっと考えてみる、言ってくれよ。まだ塔に登るのやめた方がいい。最初にお互いの宝石を2つずつ用意する必要がある。いい顔だったね、猫ちゃんの泣いてる表情。最高だよ。こっちでも1個見つける必要があると。よかろう。よかろう。へっ、ほい。あ、木が喋った。ハローゼア。知恵の木さん、木が喋ってる。 Well, that's a bit rude。 ちょっと失礼だろう、ごめんね。 Is it that strange? Is it really that? それは本当に奇妙なの。 No, not at all. そんなことないよ、ちょっとびっくりしただけだよ。それは理にかなってると思う。激しい木々の外には、僕は一年中歯がないんだ。 Will you help me? 助けてくれない？Are you haunted? あなた幽霊なの？呪われたくない。 That's what I saw. そうだね、そう思うよ。みんな帰っていくんだ。これなの、顔がない。イグルーがある、イグルー。 Yes, イグルーに入ってみよう。手を伸ばしてみよう。そこに手を伸ばすと、ミステリアスボイス。ねえ、プライバシーについて聞いたことがあるか？手が噛まれそうな痛みを感じる。手噛まれちゃったの。No、やめておくにゃ。でも興味は頭の中に残り続ける。こっちだけフィールド広くない？なんだ、なんか落ちてきた、なんか落ちてきた、なんか落ちてきた。何これ、木？なんか落ちてる。木が落ちてきてる。この焚き火は気持ちいいですね。なんで木が落ちてんの、どういうことなん、何が起きてるんだ。こっちだけなんで広いんだ。So have you reconcided? それで考え直した、やってみるよ。本当か、謎の木。スリーサンエナジーズ。本当か、3つの太陽のエネルギーが必要なんだよ。橋の向こうにあるよ。あった。太陽エナジー。はっはっはっ。ローコア。太陽の生の核、生。太陽の核。これを3つ集めると死者を蘇らせることができると言われている。すげえものじゃん、すげえもん集めちまったわ。え、マジ、何は蘇らせんだよ。いいのか、そんなことをして。見つけた？はい、ママ B を使って彼にそれを使えるって言ってる。彼とは No、
これ使うの？彼ってどこ？え、木に使うんじゃないの？何に使うの？何に使うの？マジ？この焚き火に使うわけじゃないだろうな。え？So you are helping a dead tree. 死んでる木なの？それであなたは枯れ木を助けてるのかい？いや、what about it to say? どう思う？本当に何もない。ただ話す気があるとしたら、まさか喋る気があるなんて思わなかったんだよ。You are willing. また誰かを助けたいと思ってるの？ Yeah, I guess so. そう思ってるよ。お墓に使うしかねえ。お墓に使いたいよね。私は他の人が助けるのが好きなんだ。たとえそれがあなたに危険をさらすとしても、あなた自身はどうなの？その時は来たら考えるよ。今のところ木を助けることに害がない。それに木が歯を茂らせるところを想像してみて、とても幸せになるよ。And if he doesn't? そしてもし彼がそうしなかったらどうする？うん？ Did you say something? 何を言いたいの？ノーサムシキ、なんでもないよ。あなたのクエストに取り組んで。木が裏切る可能性があると言ってるの、あいつ。木を信じようよ。どこで使うんだ、マジ。使えた。くれたよ。あー、うわー、すごい。うまくいった。葉っぱが入ってきたよ。わお、ゼアラブリー、ラブリーだね。すごい笑顔だ。いい顔してる。Thank you so much. 本当にありがとう。ドーン。ダウン。これぞミラクルって感じ。ああ。これは葉っぱのブラに下にぶら下がったの。これはジェムだよ。これはあなたにとって有益なものだよ。2個目が手に入れたよ。とりあえずここに食うのは困るだと思う。塔に登ってみよう。ここ登れんじゃない？登れない。ほっほっほ。I have leaves! 葉っぱ持ってる。葉っぱ持ちになったようだね。いや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 。3つスイッチある。時間で終わるってこと？そんなことない。どういうこと？簡単だった。ジェムが入ってた。え ?2 個目のジェム、もう1個のジェム簡単だったな、おい。テストの中に穴があることを望むとしたら、私は欲張りになると思う。念のため確認しよう。何もなかった。ちょべんした。なんやてー、はーい。間違えた。雪が綺麗だ。あれ。テカテテケテ。わーい。ふは。わあ。危ね。おお、ファイナリーメイドイット。ジェムが入ってた。わーい。空っぽだ。これ向こうがさっき押してくれたから出たのかな。もう使えるよ。スペシャルなことを起こそうよ。スペシャルなことをよ。ポキョン。間違えた。行ってみよう。一足先に失礼します。一足先に失礼できる。ジェムは持ってる。でも塔に入るには二人とも入り口にいる必要があるよ。オーケー。はっ、こっち戻ってきたとこじゃない。私はなんておるかな。エンター。 Looks like
これで3つの投石を使って今すぐ塔に入れるよ。Yep, wanna go in now? そうだ、今から入る？まだ入んない。Let's enter letter. Enter letter. 初期のユニティのあれだ。Enter tower! Let's go in! わあ、ここから食うのか。いや、どうなってんだ。わあ、タワーの中はこんな感じなんだ。ブルルル。It's kind of chilly here. ここはちょっと寒いね。いや。床がかなり滑りやすいね。滑っていく。これか、あれか。ドラクエ5であったような氷の床を滑るやつか。その通り、もし私が一方向に飛んだら、何かにぶつかるまで滑り続けることになるよ。最後の段階に入っています。私は右側に行く必要があるだ。あなたは左側に行く必要があるね。You got it, boss. わかりました、ボス。ボス？ I was role playing Dusk. ロールプレイングだよ、Dusk. Get with the program. この問題を一緒に解こう。Can we focus on the puzzle? パズルに集中してもいい。Yes, boss. ああ。えって顔した。忘れないで。もし間違った場所に行った場合、スペースを押して位置をリセットできるよ。わかった、ボス。アイズロー。私が、タスク側に行きましょう。で、やってしまった。離せる。わあ！つまりこれがあなたの見た目。あなたのドレスはとても綺麗だね。これがあなたの姿なんだ。You look cute. あなたも可愛いよ。はてな？ Did you say I look cute? 私は可愛く見えるって言った？ No, you had wrong. いや、聞き間違いだよ。Let's go! おそらく出口に着くべきでしょう。きっと誰かが今年の黄昏を待っているよ。誰もが。What's it like on your side? いいね。あなた側はどう？寒い。Oh, like. What's cool about it? Cool. 何が寒い？よく説教する生意気なカエル野郎がいるけど、彼はクールだよ。また私の出身の村は静かで素敵だよ。お互いにすぐそばにいるのに出会えないところにいるの。塔の反対側っていうだけで。この一年に一度、一年なのかわからないけど。村の人同士が会うの。頂上に近づくにつれ、この黄昏がどういうものなのか。特に私の村の反応を見るのが楽しみだよ。わお。何？ That's the most you've said to me ever. それはあなたが今まで私に言ったことだよ。Won't happen again? 二度と怒らないよ。That's good seeing. This talk was so fun. 一緒に話すの楽しい。ここまで来たからには友達だと言えるよね。いや、その通り、あなたの言う通りだよ。友達だい。しばらく行き詰まってしまったね。いや、Let's just keep trying. でも試し続けましょう。積んでる状態になったよの今。切り替えられる。二人でうまくいかないといけないのかな。私はここにいたら、どうなる？友達だよ。友達だよ。ピロリってなった。なんとしても反対側に行きたい。そんな嫌な野郎なんだ、つねこは。反対側行けないわ。反対側のゴールを目指したい。そんないやらしいことをしようとしているのに、許してくれない。ゴール入ってしまうな、このままでは。反対側に行きたいんです、僕は。そんないやらしいことをして何になるんだね。反対側に行ければ
まあ特にないな。この感じは特にイベントなそうだな。いやらしい動画チャンネル。特にないと見た。反対側に行った時のメッセージが見たいんだよ僕は。ボクツネコさんは、つまりこうすればいけるってこと。こうすればいける。はい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 。ダメだった。でも両方同時に入れるの難しくない？我々の爪振り。ここを入れるにはどう、この列に止まんないといけない。ここに止まるには。無理だ。これはどっちかから行かないといけない。どこかで止めないといけないよね。これちょっと真面目に考えよう。ここに、ここに止まる。ここに止まることができたらいける。これ両方同時に入るのって難しくない？どうするんだろう。この列に止めたらピュッピュッっていける、この青は。ダスクは。この列に止めるにはここか？ここでこう行ってこう行ってもいけるかもね。これマウス映ってんのかな？映ってる。いや、これ止めるにはここに人がいないといけない。ここに人が使った場合、ピューピューピューって言って。無理だよ。ここにいるとき、ここにいるとき、あ、ここに、ここに、ここにダスクがいるときに、ダウンがピッ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 っていけるね。よし、わかりました。答えは見えました。ここに行きます。いけで帰れないわ、これ。ちょっと、あんま、こうすればいいのか。スッスー、ちゃんとスケートみたいにスーって滑ってるね。で、こうすればいいと。はい。Hey! We did it! やったよ !Yep, that's the final stretch. そう、塔の頂上に着くまで最後の一踏ん張りだよ。きっと、すごい景色なんだろうな。Let's do this down. じゃあ行こう、ダウン。いいかない？ちょっと待って。ここで他になることはないけど。スライディング。だけど滑り回るのはとても楽しいよ。スースー。あれ？間違えた、間違えた、間違えた。トップタワー、レッツゴー！お？動画だ。何やって？うわあ！泣いている。うわあ！モテて！なんと。やったな。やったのか。わあわあ。やったー！うわあ！うわあ！やってしまったー！やった。そしてこの景色を見たんだよ、この景色を。わあ、わわ、すごいいいゲームやないか。綺麗。やったのか。これがユリゲーか。すごいユリゲーだよ、ユリゲー。